こんにちは。365日レトルトカレーを食べ続けるおっさんシーズン2です。今日は子供向けのカレーをもっと紹介してほしいというリクエストが従来からあるんですけど、最近食べてなかったので今日は子供向けのカレーを食べてみたいと思います。ポケットモンスターサン&ムーンプチパックカレー、ポーク&野菜甘口です。ポケモンの、ポケットモンスターサン&ムーンというのは何かシリーズのタイトルだと思うんですけど、今日食べるカレーはプチパックカレーということで、ケースの中にパックが2つ入っています。60g が2袋ということで、ちょうど大人の、量の3分の1ぐらいが2袋入っているということになります。小さなお子様にはちょうどいいというそんな量なんだと思います。味わいの方はこれは丸美屋さんの子供向けシリーズなんで、今まで食べたものとそう大変わりはしないことが予想されます。今日はこういうカレーがあるということの紹介をする目的で、食べてみたいと思います。それでは準備します。ポケットモンスターサン&ムーンプチパックカレーポーク&野菜甘口です。今日は1パックの量を分かりやすくお伝えするために、2袋入っていたうちの1つ、1パックを食べてみたいと思います。ではいただきます。とても甘いです。味わいの方は食べる前にも言いましたけど、丸美屋さんのお子様向けカレーシリーズにあるよくある味わいです。ごちそうさまでした。味わいについては、とても甘かったとしか言いようがないんですけど、2袋入ってるうちの1パックを食べたんですけど、内容量グラム数的には大人のカレーの約、3分の1程度ということだったんですけど、こうして食べ終えてみると体感的にはそうですね、4分の1ぐらいの感じがします。ただこのカレーはこうして、お子様向けのカレーの中でも、1つのケースの中に、2分割されていて、とても小さなお子様にはちょうどいい、もし、1パックがもっと多かったら余らせるということを考えると、こういった商品もあっていいものだと、改めて思いました。小さなお子様には、おすすめのカレーと言えると思います。それでは今日のこのカレーの採点と現在のランキングをご覧ください。さようなら。このランキングは4つの項目、味わい深さ、具材、程よい辛さ、コスパ、それぞれの得点の合計で順位をつけています。ゆうゆうクラブ TV チャンネル登録お願いします。